どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンという漫画の原作をやっております。今日はエレンのコートをアンナ騎士ストリートライン AK5 の、その名は新月ニューブラックという名前の、コートが劇中に登場するんですが、それを今、実際にデザイナーさんと一緒に作っております。でそれの打ち合わせを今日やってまいりました。コロナ対策コロナ対策バッチリでございますので、この、ね、してピン東京、はい、カッピーさんもね、普段来てます。展示会からいつもね、家族で来てますよね。そう、めっちゃ可愛いんですよね。その間もめっちゃ頼んでませんでした？秋超来るじゃないですか。めっちゃ頼んだ。これがやっぱコンセプトでいいんですよね。ダサいはかっこいい、本物は飾らない。どうやろう。めっちゃ可愛い。買い物モード。可愛い。これ誰？天使。ディアレンなんですよ。ああ。結構デザイナーさんのアクさん、映画がめちゃめちゃお好きなので、結構それをインスピレーションされてますよね。そういうものも多いです。ビンがセレクトショップで、その中にこのアクさんがデザイナーされてるこのナーディーズ。はい。っていうブランドがあるっていう。俺好きそうです、ね。かわいい。好きそうでしょう。刺繍アーティストの双子がやってるやつなんですよ。刺繍アーティスト双子。ここでも一回なんかデビューの時に刺繍の展示やったんですけど、木村カエラちゃんからいきなりオファーが来て、ナイロンかなんかでいきなりデビューしたてでコラボしたんですよ。この子たちはちょっと紹介したいブランドですね。ブルーフキャンプっていう、まだ2シーズン目、もともとこれコムデギャルソンにいた子たちが、若い子たちですけど、が組んでやってるんですね。まあ、それこそトーガさんとか、アイドルのグラフィックも彼がやってたりするんで。すごい。それはまだ全然売ってるところがないので、このブランドは僕的には人と差をつけれるブランド。ここがね、さっきオフィスで上行かせてもらったんですけど、はい、一軒家をリノベした店舗なんで、なんか隠れ家っぽくて、例えばこれまるっと全部こっちに洋服がなくなって、こっちにアートが展示されてるとか写真が展示されてるとか、そういう催しもよくやってるんですよ。そういうのを見に来てもらえる。9月は頭から益子焼の作家さんと、ここは全部益子焼の作家さんの作品だけなんですけど、そういうこともやるので、なんかただの洋服屋よりはなんかちょっとカルチャーもちょっと知れるよみたいな箱として見てもらえると、いいですね。ぜひちょっとエレンでもやりたいですね。この前の展示会の時に買ったやつっていつ頃でしたっけ？あれが多分それこそ9月ぐらいじゃないですか、ね、あ、そうですね、そろそろだ。90だと思います。やばいな、俺超可愛いの買ったの。セットで遊ぶ。あれはね、マジでいいっすよ。あ、しかも奥様も買ってましたね。買いました。お揃いそう。でもなんかね、俺が買った服が気づいたら奥さんのクローゼットに入ってる。いや、よくあるあるのやつですよね。あるあるやつ。俺が買ったやつが全部なんか、あれどこ行ったっけつって。で、しまいには今日家出るときに俺のエアポッツがなかったの。それを持ってかれた。俺が買ったやつ一個も残ってない。これ後で問題になるから消しといてください。じゃあこれから打ち合わせをします。はい、すいません、じゃあよろしくお願いします。で、前なんか言ってたフード外付けか、はいはいはい、そのフード一体型かっていうのを一応もともと用意してあって、うん、で内側の仕様のベースをちょっと今日決めたくて、2パターンを用意してて、で一番後ろこれアンダーカバーと NGAP って中野さんっていういわゆるグラフィックやってる、ドイツで一緒な展示したことあるんですけど、この人と、アンダーカバーがやった時の同じいわゆるスプレー缶の結構簡易にやってて、うん、実際使うことはあんまり想定してなさそう、うん、ここまで簡易でいいのって思って、うん、一応僕らはもうちょっと本気のバージョンで考えてて、いわゆるスプレー缶のホルダー、まあ今ここでと6とこっちだと7かなを用意してて、うん、だとマーカーフェルトペンってなんか使うらしいですよね。フェルトペンが6本ぐらい入って、でプラスここがノズルケースとか、なんか調べるとこうノズルケースっていろいろスプレーのあれに合わせて変えたり、うん、あと色を変えるときになんかつけるやつとか、うん、なんかそういうのがある。でなんかメディスンケースみたいな、こういうのに入れるらしいんですよね。でそれ自体も収まってみたいな仕様にした方が本格的なんじゃないっていうところで思って、
そういうのにしてみたんですね。で、こっちはもうここに縫い付けられてるというか、ベースとしては。で、こっちは、このボタンで、全部がこう取り付けられる、布みたいになってこう外せるみたいな感じで軽くもできるんですけど。これ見方がちょっとあれなんですけど、はい、これが背中部分ってことですよね。で、これがこう、こっち前に閉じる。そうです、こう閉じる感じ、はいはい。なんか取れた方が面白い気がするな。これ自体はなんか取って、でも取って別になんかできるわけじゃないけど、本当はね、なんかタペストリーみたいになんか引っ掛けて、なんか、ね、なんかそういう使い方もできたらいいですよね。なんか裏にエレンのグラフィティやるとか。はいはい。スプレーの痕跡がこの裏に残ってるとか。はいはいはい、ああ、はあ、はあ。それかっこいい。確かに、うん。そういうなんかグラフィックとかもらえるってことですね。そうですね。データとして。はい、それはエレンの絵を描いてるで、アーティストに実際お願いした方が面白いかなと。はいはい。フレカン、僕がいつも参考にしてるやつも。これ多分ね、もっと。こんなおしゃれなやつがあるんですか。これね、バンクシーの映画の時に、グラフィティは犯罪ですって書いてあるやつ。でもね、多分、もうちょい背高いやつがポピュラーな感じしますよね。なんか日本だとアサヒペンが一番支持されてるって感じ。あ、そうなんだ。うん、エレンの世界では、ヤマトカラーっていう架空の、あれ、メーカーなんで。あ、でもちょうどいいですね。なんかぽいですね。アサヒペンとヤマトカラー。うん、いいね。うん。これさえ決まれば、まあこれをどっちにするかと、この辺決まれば、パターンに入っていけるんですね。で、パターン入ったら一回、トワルって言って、薄いシーチングみたいなやつで、実際着れるサイズのやつ作って、はいはいはい、ここがもうちょっとこうしたいとかっていうのを、ガピさん着てもらって。白い布でやるやつですね。そうそうそう。トルソーにこう、そうですそうですつけながらやるやつ。もういよいよっすね、じゃあそこまで。いよいよなんですよ。これどっちって話でしたっけ？なんか一旦こっちかなっていう。最初こっちだったんですけど、なんか最終的にその後カピーさんから連絡来て、やっぱ一体型の方がいいかもとかって連絡があって。そう。フードを下ろした状態で、襟が立つのはこっちなのか、うん。絵的にはこっちなんですよ。で、さらに言うとここに、ドットボタンがビジュアル上あるから、本当はなんかカチッて止めれる仕様になってるっぽいんですね。はい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 。絵的に言うともう本当一枚一枚のこういう感じなんですね。だからここはファスナーじゃないと止めれねえなって見た目的にはそう思ってるんですね。なるほど。そう、エレンコートって劇中だとほぼ閉じないんですよね。閉じないですよね。そう、親友の彼氏が来た時だけ閉じたんですよ。はははは、でもファスナーはファスナーなんですね。じゃあね、間違いなく。ああ、まあそうですね。ファスナーは絶対ついてる。で、それをこう隠すのか否かっていうところだと思うんですけど、うん、これはでも一応まあファスナーは、うん、虫隠しってやつで、基本的にファスナーの虫って言ってこうなってるやつあるじゃないですか。ギザギザ。あ、はいはいはい、あれはない状態に見えるってやつですね。ああ、なるほどね。生地でこう隠されてる感じ、はいはい。あ、でもそっちの方がかっこいいっすよね。はい、うん。なんか襟の出方が、まあ、こう来て、閉じた時ですよ。閉じた時に、こう、交わるタイプっていうんですかね。こっち側が内側がこう。ああ。ここで止めるんですよ。うん。で、ここがちょっと開くんですけど、なるほどなるほど。パターン上絶対ぴったり、できなくて、うん、この状態なんですよ、エレンのやつって、うん。で、ここにボタンがついてるから、これを無理やりこうやって止める感じ。はい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 。で、ここまでをファスナーにするっていう技というか、手もあるんですよ。ここまで、このボタンで止められてるところが全部ファスナーで、ここは独立してて、ね、うんうん。このパチン系かも、うん、ここの。だエレンはこれパチンしたことないけど、そのパチンできるところがこうアクセントになってるって。そうですよね。そうするとあれか、多分でも絶対そういう意味だと思うんですよね。こっち側についてる合わせ的にこう、だからメンズ合わせだと思うんですよ、このアウター自体。エレンがメンズものを着てる感覚があって、そうですね、そうですね。それがこう上からパッチンで合わさって、だ一応こうその場合だと寝かしてこうやって着ることも可能になってくる、可能なんですね、はい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 。でここからフードが出てるみたいな。なるほどね。今のが、だから、フード襟別型の話で、はい、一体型だと、もう、それは、もともとできないんですね。前おっしゃってた、なんかちょっと宝塚っぽい、なんか衣装、舞台衣装のような襟っていうのをやろうとすると、はい、こっちの方がやりやすい。で、ファスナーはここまでいかないで、ここですね。ですよね。ここにもうスライダーが来てる感じで。じゃあそっちかなやっぱ。逆回ファスナーって言ってこう両方からこう開くダブルファスナー、はい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 。で、例えば下をここまで開閉したらここがこうバサッと開いて、うん、こういう着方もできて、ここだけこう閉じてあって、うん、襟もこうなってるということもできるし、はいはいはい。
まあ、あの、見た目には関係ないけど、うん、下からも開けれた方がいいかも。OK です。じゃあ、これはじゃあこのパターンで、まあ、一回、その、トワルで、実際これで組んでみて、で、なんか違うなと思ったら、それで直していっても全然いいと思うんで。なるほどですね。はい。一旦はこのタイプで作ってみますか。うん、了解です。はい。ですかね、高さ的に結構高いけど、どんぐらいイメージしてますか？もう多分この顎に当たってる感じだと思うんですよ。そうですね、顎に当たるぐらいだから。この辺ですよね、多分。うん。ここまで隠れる感じですよね。ね、唇の下ぐらいまで。閉めたらちょっと口隠れるぐらいの。ああ、なるほど。やっぱあれっすね、このエレンコート、この襟元になんからしさが詰まってる気がする、ね。結果。そうっすね、うん。この強さは結構重要な気がしますよ。割とこの下は割とストーンってこの綺麗に落ちればなんかそれでらしくなると思うんですけど。あとこれ、あと袖っすよね。袖にもこの、ついてるんですよ。そう。この絵だと。カフスがちゃんとあるから、一応ここでこう切り替えられてるんですね。うん、いわゆるシャツと同じでこういうカフスって呼ばれるこれと同じものがついていて。ただ、ストレートなんですよ。こういう風になんか、剣ボロみたいなここで分かれててやるってよりは、ねね、うん、多分このパーツ自体だけで一応こういうふうに切り込みがあって、でこことここみたいな感じで調節ができるベースのパターン仕様になってる感じだけ ど、ね、こっち側に本来だったらもっと締めれるようバージョンのあれがあるしかないので、多分もうこの一箇所しか止めれないけど、うん、一応ここが開くっていう。そうですよね、多分グラフィティするからこのまくれるようにみたいな、うん。多分結構これで見ると8センチぐらいあるんですよ、多分。うん。だ結構深めのカフスで、その分がペカッと開くと、まあまあ、ここが広がるんで、うん、それで上げやすくするっていう意味だったら、すごいわかりやすいかな。うん、結構、パッと見シンプルなシルエット、シンプルな洋服だと思うんですけど、この襟にこう、こだわりが詰まってるっていう感じですね。感じですね。はい。で、内側は、これ。がっちり。これ楽しみですね。ここ革なんですかね。ここって何なんだろう、素材。どんなんがいいですか。逆にこれは別に同素材でやるのもありだし、別に中は光んなくていいよってことであれば、うん、別に中はそういうのじゃなくて、こだわりのこういう素材がいい。例えば、グラフィティの人って別にキャンバス使うわけでもないですよね。そんな、まあ、バンクシーとか使うは使うけど。そうですね。使う人もいると思うんですけど、グラフィティらしさとはあんまり関係ないですよね。何素材がいいですかね。ただ、ここがある程度の、こう、伸縮がないと。なるほど。そこに関しては、でもちょっと、アパレルとしてなんか、素材感がかっこよければ、これがやっぱ高いんですよね。多分。めちゃくちゃ高いです。この布、これ、劇中の設定でも、めちゃくちゃ高いから、エレンの服にしか使われてない設定なんですよ。なるほど。普通の量産型は別素材っていう設定なんで。AK5 の中でもめちゃめちゃ高いバージョン。これだから、劇中では非売品。ね、もうエレンしか着てないっていう。うん。そう。ていうか漫画描いてる時これ存在してないと思ってましたから、あ、黒いリフレクターがあったことですね。架空の存在だと思ってたから。うん、最近数でも本当にできたの。ずっと銀しかなくて。あー、だから。本当にそこから多分、まあ、エレンからできたかどうかなんですけど。エレンからできたのかな、じゃあ。わかんないですけど。これ、でも、そうっすね。うん。なんかそのリアリティがちょうどよかったなと思って。大パーツというか、その時代に存在しないけど、いずれ存在するものが出てるっていうのが面白い。うん、じゃあ現代は量産可能になったと。そうです、そうです。ただ、本当に多分、まず需要がない、希少性しかないっていうことで、多分、生地屋としても多分、勝負かけているけど、だから、そこまで数いかないだろうっていうのを見越してるから値段がすげえ高いんですよ。ちなみにそれって、なんか、こういう漫画で夢の素材として登場させたんですよっていうのを、もう、営業しに行くというか、はい、だから安くしてください。いやいやいや、ダメかな、ダメか。でもなんかコラボで、なんかそういうことで、名前も例えば、その生地屋さんのネームが入れられるとかで、生地屋さんとしてもそれで紹介になるから、うん、だったらいいですよっていう可能性はあるっすよね。そうっすよね。うん、そうっすよね。ただここどこのメーカーなのかもまだ不明なんですね。ああ、OK です。問屋さんで、これ1個しかないっていう、黒だとこれしか見つかりませんっていうので持ってきた値段が、
その問屋でさえバカ高いですけどこれ使いますっていうのが最初の連絡だったんでそんな高いのって言って、あのカシミヤと同じぐらいって言ってましたよね。カシミヤのしかもウールの本当にメルトンみたいな、そういう本当カシミヤ100のそのレベルです。バカ高いです。そうっすよね。だって10万で作れるか怪しいみたいな感じですね。怪しいです。ここまでやっちゃうと、超えるでしょうね。ああ。ゴリゴリなんで、結構、裏の仕様。なんか、まあ、別に、値段を下げたいとかでは、ないけど、内側は別素材で全然いいと思います。ここの、ツール入れの部分は。だから、まあ、あくまで表面ですよね。そうですね。それはでも、多分できたらかっこいいですよ。普通にかっこいいですよ。なんか本当に単純にリフレクターとか抜きにしてもこの質感がなんかやばい、うん、なんか見たことないから。ないですよ、ね。すげえなんか黒なのに絶対目立つね、これ、うん。何その質感っていう。ちなみにこれまだあれやってないんですよ。反射させてみてないんですよ。あ、夜の光みたいな、うん、どう本当に光るのか。うん、ちょっとやってみます。めっちゃ光るっすよ、確か。普通に撮ると。こんな感じですね。はい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 。これ。やばいっしょ。おー激光ってますよ。あ、やばい何これこれです。すごー真っ白く発光すんだ、うん、もう。そうなんですよ。やばくないですか。なるほど。これだから全身でやって、本当に暗闇でちょっとやってみたいですね。はい、うわー。これはやばいっすよ。ていうか結構漫画、再現してますね。はい、白く、もう白いコートになるんですよね。漫画の中でも。写真撮られると。それになってるわ。漫画のアパレル家でこんなに新しい服作ることないっていう、この服として新しいから、うん、まあそうですね。僕もまだやったことないものなんで、うん、僕も楽しみですね。じゃあ内側はこんな感じでツールケースが収納されてる感じで、で襟はまず一旦この、はい、バージョンでフード襟別型でやってみるっていう感じですかね、はい、そうですね。うわ楽しみ。サイズはなんかこの間言ってた感じ、ダーサイズでもいいかなぐらいの感じで、はいはい、うん、全然いいと思います。たまにありますもんね、ワンサイズのコートって、うん、女の人が背が低い女の人が着ても可愛らしいし、袖だけっすね。袖か。袖はさすがにワンサイズでメンズでここまでの丈でやったら女の子は手は全部隠れるんで、ここがなんかで縛られたりすれば、なるほどね、その分くしゃくしゃっと溜めれて、はいはいはい、手は出せるだったら、うん、女の子でも着れるっすけど、そこにまあいわゆるこうトレンチコートのこうタブがついたりとかするじゃないですか、うん、あれで絞ることで上に上げたりすることができるっていうのはあるんですけど、それはいいかもしれないですね。なんかグラフィティ用っていう意味でもこのギュッて絞ってグラフィティするっていう、ね、どっかにじゃあ世の中的に言うアウトドア系だとこう中にこうコードを入れて、はい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 、ゴムコードで、で元からは見えないけど、うん、例えばこの端の縫い目とかに合わせてコードがこの辺から入ってて、はいはいはい、で中側のここからギュッて引っ張るとここがギュッて伸縮されて外側がクシュ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 って上がっていくみたいなことはできますね。あ、それいいかもしれないですね。いやでも本当にこのただの妄想だったものをこう作れるっていうのはすげえワクワクしますね。形になるのは嬉しいっすよね、うん、これ楽しみだな。これ下手したらでもそんなに布ないとか言われるかねないっすよね、まあ、あでも別に作れるのか。布を作るって環境によるんですけど、例えば 1000m からとか言われちゃうと、はいはいはい、多分この洋尺で言うと 3m ぐらいだと思うんです。これ生地幅わかんないですけど、生地幅が例えば130センチとかよくあるんですけど、うん、130センチぐらいだとしてこれだとまあ3メーターぐらいなんですよ、うん、ってことは、330着をこれを作んないと1000メーターって使い切れないじゃないですか、はい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 、それ以外生地だけ在庫で持たなきゃいけなくなるんですよね。なるほどね。そうすると僕が破産します。布破産しますね。めちゃくちゃ高いんで、うわまあまあないいお金が出ちゃいます、これだけで。そうっすよね。これ、そう、その話にもつながると思うんですけど、うん、この売り方の話をちょっと軽くしたいなと思って、どういう売り方が一番
届けられるかな。今まで阿久津さんがやられたコラボレーションとかだと、普通に展示会で、はい、誰々さんコラボの商品って普通に、他の商品と同じようにこう置いて、受注して、はいはい、で、その後店頭に並ぶっていうフローですよね。はいはい、なんか、そう、それ以外なんかあるかなと思って、それこそ、クラウドファンディングも一個あるかなと思って。こういうのってね、なんかもう僕、もう分かってるんですけど、いつもあるのが、こういうのって在庫怖いからずっと置いとけないじゃないですか。はい、なるべくそのワンシーズンで売りたいじゃないですか。はいはい、絶対あるのが、その、売り終わった後に、欲しかったのに行ってよーとか、はい、ありますよね、知ってたら買ったのにとか、お前、俺がどんだけ宣伝、こんなに宣伝する漫画家いないですかね。もう日本一宣伝してる漫画家だと思う。それでも言われるから、絶対行ってよって言われるんですよ。はい、だから、だいぶ前からもう告知して、受注してっていうのは一個手かな、はい。まあ、ファンのためにも、その、はい、知れるっていう。はいはいはい。あ、今作ってんだ、今注文したら買えるんだっていうのは一個、それだとクラファンで一番やりやすいですよね。ですよね、ですよね。ただクラファンね、手数料が。まあ、高いです。あれは高い。手数料結構。20% したっけ？きついっすよね。20% の手数料って相当っすよ。相当っすね。そう、僕が以前やったその、単行本のクラウドファンディングとかは、そのリターンがいろんな種類あったし、要はオペレーションがすごい大変だったから、自分らでやるには。だからクラファンでよかった。助けられた部分はあるんですけど、なんかいくら超えたら、その、パーセント下がるとか、そういう仕組み作ってくんないと、僕ら前の単行本のやつが5000万、ねえ、言ってましたもんね。ったから、それの 20% って、1000万渡しました。ですよ、ね。クラファンは1個手だと思うけど、ちょっと手数料問題がな、どっかで試着できる場所をどっかに構えるのか、特設エレンブースみたいなのを、なんかそのエレンの聖地じゃないんです。で、なんか一回デモンストレーションで誰か、グラフィティアートの人を実際にこれ着てもらって、入れてもらって、まあ、ただそれはあんま推進しすぎると世の中的に良くないですかね。グラフィティ推奨しちゃってるみたいなのがどうなんですかね。でも、グラフィティって、その、うん、要は、まあ、グラフィティアート自体に罪はないじゃないですか。はい、あれをストリートでやるから、はい、でもストリートにやりたいけどね。ってなっちゃうから。まあでもそれもなんか企画で、どっか使わないあの壁を、なんか、むしろエレントだったら、貸したいっていう人がいたとしたら、はい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 、そこに使わせてもらうとかってもいいですよね。これなんかやりたいな、それは見てても僕らもワクワクするし、そもそもあれなんですよ、その例のクラファーの時にこのエレンの動画を作るっていうプロジェクトが生まれたんで、そこでまず着用させてもらいたいっていうのがあるんで、だから着用してる映像は多分その結構いろいろ作れるなと思ってるんですけど、試着ですよね。だからここの店舗でやらせていただけたらそれはいいんですけど、その全然それは僕はいいですけど、ありがとうございます。そういう感じでいいですか、なんかそのゆかりとかなくていいんですか、なんかまあ一応ゆかりはあるけど、なんかこういう聖地みたいなところでやりてえなとか、そういうのがあるんだったらとか、まあでも聖地で言うと横浜になるんですけど、でもまあ厳密に言うと、このエレンコートを初めて来たのがニューヨークなんで、でもちょっと違うじゃないですか。まあ確かに。あんまりその土地でっていうよりも、店、そのゆかりというよりも、例えばそのグラフィティアーティストとかの作品を集めてなんか展覧会がてら、なるほど、アートの展覧会がてら、がてらっていうかその、それいいっすね。なんかその、エレン主催の、そう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 、アート展って形にして、そこで試着もできて予約もできるっていうのがついてるみたいな。うん、あ、めっちゃ面白いじゃないですか。いいっすよね。だからそのアートを見てもらうきっかけにもなるし、はい、そういうのいいなと思って。うちはもう、箱貸しは、基本的には無料で出して、まあ売り上げの、画家さんの売り上げのパーセンテージ、ギャラリーと同じ形式で、すごいんですよ、井出くんって言って、友達なんですけど、彼の絵とか僕20万で買ってたんですけど、もう400万です。1年で。
それ結構僕最初の方なんですよ、ここ展示したのが。すごいですね。それがもう急に1年でブワーって成長しちゃって。1年で20万が400万。あの今アートバブルがとうとう日本にやっと来たんですよ。来たっすね。だってその値段の上がり方ってマジでバスキア出た時の上がり方ですよね。バスキアがね、確かちょっと数字忘れちゃったけど5倍とかになったっつってすごい騒がれたんですよ最初。それをだからこっちでピックアップして、アーティストピックアップして、やばいっすね、やって、うん、未来がどうなるかって、それも楽しいじゃないですか、うん、そのアートにどの価値があるかっていうのを、まあ、販売して、それ最高だから、俺全部1枚ずつ買っといて来年いくらやってるか自分が買いたいでしょ。俺買いたい。でも翌年には多分娘が全部上書きしてるんですけど、ね、2歳のバスケは全部上書きしちゃうんだけど、それやりたいですね。それなんか、それは面白い。明るいし、ちょうどその、うん、まあコロナって、うん、その、まあ全ての界隈が元気なくなってますけど、まあ一番僕がその目につくというか、心配になるのがそういうクリエイター界隈で、はい、ご一緒したいですよね。ぜひぜひ。そういうのだったら僕も、今後も、今も一応常に探してはいるんで、ここでやりたいって言ってくれるアーティストとか、まあ、こっちからも、この人いいなっていう人は探していて。その審美眼って、どこで身についたんですか？洋服とあんまり直結しない気がするんですか？アートを見る目って。なんか感、でも感覚値っすよね。最近、富田林蘭ちゃんっていうのと、このエレッセで僕コラボしたんですけど、はい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 、今、あいみょんとかの、なんですか、CD ジャケットとか全部、その、富田林ちゃんがやってるんですけど、その富田林ちゃんの一番最初の方の展示ってうちなんですよ。はぁ、だから、それをもう見抜いてるっていう。多分、この子は面白いってなって、始めて、その、まだ無名だけど、みんな買ってくれたんですよね、カメラマンとか。大人の俺ぐらいのやつらはかっこいいねっつって3万5万のやつをパンパ買って、それがすごいよな。そう、速攻ソールドアウトしたんですね。でその後あれよあれよで有名になってて、気づいたらすごいとこにいるねみたいなところに、ね、今は行ってて、そういうなんかアート絡みの人たちは結構意外に、なんかそれをなんか見つけ出すアート展がエレン開催で、あーやりたい、すごいいいですね。あ、そうっす。だからそのネクストを探すっていうことですよね。うんうん、そうっす、そうっす。いいな。もしかしたらエレンの関係性だったら、そういうので募っても、もしかしたら面白いアーティストが出てくるかもしれないですもんね。うん、僕の絵はどうでしょうっつって、この間のその。キャッチコピー募集したみたいな感じで、なんか知り合った次戦他戦を問いませんで、うん、こういうのやるんだけどアーティストを紹介してもらうか、僕こそはと思う方はぜひって言って、僕らを見てこの絵超いいっていうのがあれば、うん、それね、そう何度も思ったんですけど、うん、僕じゃ見れないんですよ。僕がジャッジできないから、その集めても僕が判断できない。でももう周りにいますよね、その手の人たちは。阿久津さんが見てください。いや僕も見るけど、まあ、僕もキュレーターも友達でいるから、その彼もすごいあれだけど、ただ、それなりの方が、まあ、ネームが通る方というか、誰かいないですかね。誰が見たらいい？でもなんかその風潮は日本には今来てるから、うん、この先、やっと、まあそういう人たちの評価が上がるんじゃないかなって気はしてますね。うん、意外にアートを置くってちょっと憧れますよね。そう、昔で言ったらね、日本の絵ってアートってなんか本当お父さんが描いた絵みたいなしかなかったじゃないですか。あと子供が描いた絵。お父さんが描いた絵って、まあまあ分からんでもない。そんな感じじゃないですか、ね、どこ行っても。そうですね。でも、海外の友達ん家に泊まらせてもらいに行くと、うん、どんなに別にそんなお金持ちじゃなくても、やっぱり10個ぐらいは絶対アート飾ってあるんですよ。そうなんだ。だ生活の中にアートがもうあっちは普通なんですよ。それがやっぱ日本ってないなーって思ってて、僕はもうやっぱり部屋にも 10枚以上絵が飾ってあるんで、うん、やっぱその感覚が僕はかえってなんか居心地がいいみたいな感覚があって、うん、でも本当それこそ浮世絵とかがこうあって、そっからその、まあ、結局そのまあそれが巡り巡って今漫画とかそっちのカルチャーになってるじゃないですか。だからまあ漫画のポスター貼ってんのも実は元を正せば同じ理由かもしれないとか、まあうん、だからそれのさらに逆でなんか
それが逆輸入されて、実はこの日本の漫画アニメとかがそもそもアートだったみたいなのとかも面白い話だなとか、確かになんかそれをジャッジできる人は本当に見つかればっていう、なんかでもこういうことやりたいんですけどでカッピさんが言ったら集まりそうじゃないですか、じゃあ俺やってあげるよみたいな人いそうじゃないですか。なるほど、やりたいですだってあの漫画自体そういう人たちがやっぱり見てるわけだから、まあそうっすよね、それも俺適任だよみたいな人がいそうな気は、そうするっすよね。そうね、左利きのエレンってすごいそうそうたる人たちが読んでるんですけど、うん、読んでるのは知ってるんだけど隠れてるんですよあんまりそういう人たちが、そのツイッターでなんかおすすめだよ、見てとか言わずに、家でこっそり見てるんですよ。はいはいはい、はい。だから僕はそれで、それをいいことに、直接お会いしてお話伺ってとかは、僕はできるんだけど、集まれって言ってもあんま集まんない。みんなこっそり見てるから、そうか。人づてにね、その仕事でテレビ局の人とかの仕事するじゃないですか。はいはいはい、でもうすごいタレントとかが読んでるって聞くんすよ。へー、なんでツイートしてくれないいいツイートしてよと思ってインスタに投稿してよでも読んでるっていう、読んでるということだけは知ってる。俺は嬉しいけど、はいはい、誰も知らないなるほどね。そういやだからそういうファンが多そうな漫画だなって思うんですよね。多いと思います、うんうん、こっそり読んでるんですよ。ですよね。バレないように、うん、で自分と重ね合わせたりとかして、うん、俺はこの業界でこのままじゃあれだなとかってなんか多分絶対あると思うんですよ、うん、そのなんか葛藤はみんな今でもある程度のレベルに行ってる人でもあるから、うん、多分その中でのなんかその心情を読みたら、いやここで頑張んなきゃダメだ俺とかっていう気持ちにこうなったりするんですよね、うん、それはなんかあの漫画にはすごい特徴としてあると思うから、うん、クリエイターは結構読んでるだろうなって気がするんですよね。そうっすね、うん、じゃあちょっと誰か手伝ってくれたらぜひ読みたいっすね、ね、うん、でもなんかできる気がしますね。なんか楽しそうに集まっていけば、でそういうチーム作って、うん、じゃあこういう発足でこのチームで何かやりましょうっていう感じで、おいやでもなんか面白そうっすけどね。そうっすね、うん、でそれからみんななんか出したい人集まれってやればもうすごいいい絵もいい人、うん、なんかクリエイティブの人たちが集まってきて、うわめっちゃこれかっこいいじゃんみたいなのが出てきそうじゃないですか。そうです。ちょうどその この T シャツアントレースっていう、はいはいはい、コラボのやつでしたっけ。そうです、はい、その劇中に出てるクリエイティブ集団のアントレースの、神谷雄介のモデルになった僕の先輩のアートディレクターが、やってる、やっていただいてる。実在するんですね。実在するんです。だからそのそう神谷さんのデザインなんですよ。神谷さんのモデルになった人のデザインだから神谷さんのデザインなんですよ。なるほど。これもリアルなんですよ。だからそうなんかそうその人とももうなんかアントレスって会社作っちゃうみたいなこととか話したりとか、なんかそういうなんかもうリアルなね、そのクリエイター活動に繋がればいいなぁ。あ、めちゃくちゃいいですね、うん。めちゃくちゃいい。そしたら俺漫画家やめるわ。やめんのかい。やめんのかい。俺は何すりゃいいの。だから、漫画で、未来の予測を書いて、そこに向かってアントレスっていう会社自体が本体動いていくって。最高ですね。で、いや、本当に何年後にアントレスここまで来ちゃってんじゃんっていう、こう、未来予想像、アニメで、漫画でちょっと書き続けるみたいな。ああ、いいっすね。それは感動しますよね。周りが見てても、本当に行ったぜみたいな。いやー、でもそんな感じで、その、やっぱこの目の当たりにできるのが、やっぱ、ワクワクするっていう。いや、多分ね、これよりもやっぱそのシーチングで、とある見た時は多分すげえドキドキします。多分そこが、めちゃくちゃいいじゃんってなります。もう、だから僕言っても、まだその、この、いただいた情報以上のことがまだ脳内に保管されてないから、ね、羽織ってみたときに多分もうテンション上がる。でもまあ1ヶ月後ぐらいには見せれるんじゃないですか。マジっすか。とあるは。はい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 。打ち上がるな。打ち上がりますよ。楽しみで。楽しみ。じゃないですか。はい。ありがとうございます。じゃあ続きは1ヶ月後。はい。14万。ぐらいになるかな。13万、14万とか
かなだって AK5 だったら多分本当の AK5 だったら多分25万ぐらいですよね多分あのだってメゾンブランドですよねだってあれもう僕からするとあれはカークボレーに見えてるんですけどあまあでもそのクラスのイメージなん ですよね、それのストリートラインだからあそうかカークボレーじゃないけど、うん、その一番最初のこのぐらいっていうイメージが Y3 なんですよ Y3 のコートが多分十何万ですよね、うんうんうんまあ物によっては10万切ってるのもあるかもしれないけど基本十数万のラインじゃないですか、はいうん、じゃあまあやっぱそんなもんすねでもそれにプラスこれはやっぱ企画とその、はい、やっぱり素材の実費があるから、はい、いやこれはちょっとなかなか他でもそのクラスでも使ってない生地だと思いますねえだって本当に高いマジでそれこあのこれのコートまず存在しないですねしないです、ね、まずなりそうアパレルでもないないですよだってみんなにこれ何なんですかじゃあ何に使ってるんですかまあ、基本的にはバックとか、いわゆるそういうメッセンジャーとかもそうですけど、あそういう人たちが、そうそう、リフレクトって基本的にそういうもんなんですよ。だからなんかそのバックのこの、あのここの部分にだけ、そうそうそう、はい、はめ込んでみたいな。ここだけついてるみたいな、はい、なんか、それを前面にやっちゃうからもう、クレイジーなのが。じゃありえないんですよ。はい。でもいいな、そのクレイジーさが。楽しみだなぁ。いやーこれはヤバいのができるそう。撮影が面白そうですね。そうですね。むちゃくちゃ真っ白になってる人。うん。バッシャー。こっからのこれですからね。ねえ。すごい。この変わりようは映像に収めても相当面白いと思うんですよ。うん。人消えたみたいになるじゃないですか。そうですね、うん。白目の背景の中で撮影して黒い人がこう歩いてるところに。うんあのフラッシュブワッと当てたらかっちょいいピガー真っ白になって、人が見てもよくわかんないみたいになって人がまた抜けてって、みたいなのとかちょっとやばいですよねやばいっすね楽しみあの1ヶ月後をめどにはい、はい、頑張りますよろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、仕事っぽいけどこれもあるからなんか不思議な感じ不思議な感じなんかね普段のラフさが出てこないっていうリンちゃんとか全然喋んないですね全然喋んない。はい。じゃあ、こんな感じで。じゃあ、引き続きよろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。